YSL ビューティーにとどろく革命の嵐。平野仕様のアンバサダー就任がもたらす美容界の衝撃。YSL ビューティージャパンが1月26日に公式ツイッターに投稿した動画がまさに美の新たな一歩を示すものでした。その動画に登場したのはイブ・サンローランボーテのアジアアンバサダーに就任した平野仕様さん。その独自の視点から語られるコメントはファッションと美容の領域における新たな時代の始まりを告げています。 コメント欄には、紫テルさんへの感謝の意があふれています。彼のコメント動画に触発され、YSL の製品を購入したというエピソードが続々と寄せられ、それぞれが美への新たな冒険を始めたことを示唆しています。YSL ビューティーアジアアンバサダー就任おめでとう、平野志洋さんのこれからの活動がますます楽しみですといったコメントが、ファンたちの期待とサポートを表しています。紫テルさんの自然体で誠実な姿勢が、 視聴者に新たな美の可能性を紹介しています。また、洗練されていて、エレガントでかっこよくて、クールというイメージ、イブ・サンローランにしか出せない、独自の世界観があるといったコメントが、紫テルさんが YSL にもたらす独自の美学を称賛しています。これは単なる広告ではなく、アーティストとブランドの共鳴とも言えるでしょう。YSL ビューティーの製品を通じて、 紫てるさんがアジアで新しい美の価値観を広めていくことに期待が寄せられています。これからますます楽しみ、紫輝くんがアンバサダーに就任したことをきっかけに久しぶりにイブ・サンローランの香水と化粧品を使い始めましたといったコメントからも、彼の活動が新たな出会いを生んでいることがわかります。 コロナ禍の中でマスク着用が増え、メイクの機会が減少した中で、紫テルさんのアンバサダー就任がリップや化粧品の購入につながったエピソードも見受けられます。ファンたちは、新しい世界、いろんな面が見られるのは楽しみですと、紫テルさんの活動に対する期待を膨らませています。YSL Beauty と平野紫洋さんのコラボレーションは、目の新たな地平を切り開くものとなりました。 これからも紫テルさんの魅力と YSL ビューティーの製品が多くの人々にインスパイレーションと喜びを届けてくれることでしょう。美の冒険はまだまだ続きます。